ビグの信用は俗の集学に勝ると。ご僧侶の信用というものが俗在俗の何も頑張ったってそんなものとはそんなものにはもう、負けませんよと。そしてまたビグの信用は俗の終身に同じ。ビグの信用というのは在家が一生かかっても到達するところの信用に同時であると。俗の修行下行は信用のビグの初心に同ず。じゃあ一生懸命在家が勉強しよう何しようが、それはやっぱりビグの初心に同じだと。俗はよく悪を忍ぶの義ありといえども、呪縛の義なし、要は呪諧がない、呪諧することはできない。呪諧がないものはどんなに威張ってもダメなんだ。故に修学下領のビグ、呪縛のビグは仏知に同じ。これすなわち如来の使いになればなり、仏様のお使いだっていうことなんだな、この呪縛ができるっていうと。それを全く受け入れないっていうのは、まさにこれは本末転倒した邪修邪下の頭であると。